飯森神社は、福岡県福岡市西区大和飯森の飯森山に、ある神社である。東、王子、天照公、大宮出身、異常殺大臣西王子、津つくよみ大臣、天村降臨の時、天音の太玉の命、この地を定めて、異常殺大臣、外、煮込みを、祭り、国土開発結びを賜う。神宮皇后、三冠を王秀伏外線の折、 東急の異常殺大臣と、相対し、若杉山に、伊ザナギの大臣をいつきたもう。文徳天皇の霊夢により、清和天皇が、上元元年7月3日、五宅戦、直主として、家清志とも、下校し、飯森山山頂に上宮を建て、伊沢の未村を祭り、中宮のを建て、伊沢のる命を祭り、下宮を今の地にて祭ると、下宮の神社脇の石碑にある。 おも、イタケルソンは、イザナミ命のお孫様にて、元船から住みことのお子神にあたられます。いにしえの神よの昔、天神神々の天村降臨の右り、騎手を持ちきたまう父大臣に引きられ、東国に渡りあまねく準優し、至るところ、これを巻き植えたまいしが、さらに我が国に帰り、畜死より、全国に渡りて上え広めたまう。このゆえに、この神を、 有好の神とも申し上げます。またの名を、大谷日古神とも申し、武勇の儲きざす、吉野名にて有り給えられますと中宮野の脇の縦間板にある。この、飯森山の東側の平野部の、高木、吉武地区には、弥生時代の亀幹部群と倉庫建築の柱跡が発見された、吉武高木遺跡がある。いわゆる三種の神器が、セットとして服装されていた。 最も古い時代の墓が発見された場所である。ありがとうございます。